昨シーズンは20チーム中16位に終わった蒲田マーレ。今年は新しい練習場と新体制で J2 復帰を目指します。去年に続き米山敦監督の指揮の下新体制を指導させた蒲田マーレ。去年10月に完成した宝山湖ボールパークで行われた初練習には新加入の7人を含む29人が参加し、パス練習でボールの感覚を確かめていました。リーグ得点王を目指す大型フォワード大野洋平選手や技巧派のミッドフィルダー前川大我選手らが新たに加わり、得点力を強化した攻撃的なサッカーで J2 昇格を目指します。局面を打開して、最後は点を取るっていう、のが持ち味だと思ってるんで、特に攻撃で、ゴール前でのプレーを見てほしいなと思います。現実的にも昇格っていうのは目指していきたいですし、そこを信じて疑わないだけの努力、積み重ねっていうのはできれば、それは可能だと思ってますので、そこはもう選手たちと声かけ合いながらやっていきたいと思います。蒲田マーレの開幕戦は来月下旬、ホームのピカラスタジアムで岩手と対戦します。